隣の吉田くん。隣の席の吉田くんは入学初日に流血事件を起こして以来一度も学校に来ていない。あの、私水谷と申しますが、吉田くんは？春？それならてめえのせいでマルコは死んだ。春、店ん中で暴れんなって言ってるだろ。だってみっちゃんそいつがぶつかってくるから、もうちょっとでクリアだったのに。マルコの死は他の誰でもねえ、お前の腕のせいだ。それよりほら、お客さん。すみません、これ届けるよう言われたんですが。ん？わざわざどうもね。これが彼と私、水谷雫との出会いだった。吉田春は幻の新入生として今最も話題の男だった。血だまりの中で笑ってたらしいよ。やばい人らとつるんでるって。水平チョップでコンクリ粉砕するそうだ。一月前、彼が上級生3人を病院送りにした現場には今もなお凄惨な事件の爪痕が残っている。かっこくっきりと。かくして彼は登校1日目にして停学となったわけだが、私にはどうでもよいことだった。新しい参考書欲しいな。もう私には夢がある。その目標を達成するため、目下私の興味の対象は微分積分、それ以外のことは全てする。他人に構う暇などないと思っていたはずなんだけど。なんだこれ。店を出たら草むらから吉田くんが飛び出してきて、はっ、タックルされて、や、獣のような目で私を睨みつけている。てめえ学校の回しもんか。は？とぼけんなよ。痛い、プリント届けに来ただけだよ。プリント？嘘じゃねえだろうな。はっ、てっきりまたあの女教師みたいに学校来いとか言うかと思った。プリントか。おい。お前名前は？水谷雫です。おお、雫か。これってあれだよな、風邪とかで休んだやつに友達がプリント届けてくれるってやつ。は？ああ、俺のことは春って呼べよ。友達なんだし。じゃあまたな、しずく。不可解、なんか怖い。彼の印象はそれに尽きた。何はともあれ、約束ですよ、冴子先生。お使いしたら参考書買ってくれるって。はい、領収書。ありがとう水谷さん。吉田くん、私じゃ会ってもくれなくて困ってたのよ。こんなに？でも意外と男前だったでしょ彼。どこが？噂にたがわぬ怖い人でしたよ。やっぱりなんかあった？やっぱり友達認定されました。え、すごい。じゃあ彼に学校来るよう説得してくれない？説得？吉田くんね、とっくに停学解けてるのよ。行き過ぎたところはあったとはいえ、日があったのは上級生の方だし、それを有無言わさず停学処分にしちゃったもんだから、相当不信感持たれちゃったみたいでね。なるほど、それで。てめえ学校の回しもんか。
それで不登校ってのも寝覚め悪いじゃないね、水谷さん。嫌です。なんでこんなに困ってるのに。じゃあ私に行けっていうの？私には関係ありません。ブリザード、超ブリザード。自分が行きたくないだけじゃん。冗談じゃない。あんなの二度と関わってたまるか。動くな、騒ぐと犯す。よ、吉田。よし、行くぞ。どこへ。こんなところで何を。来る途中野良犬見つけてよ、ここにかくまったんだ。犬？なんだよ、すげえ痩せギスでよ。実は私は犬が、というより動物が苦手だ。先生、耳が死んじゃった。ほら、みんなそんなに泣いてたら耳が安心して天国に行けないだろう。ん？どうした、水谷。宿題があるのでもう帰ってもいいですか？クラスで可愛がってたウサギが死んでも涙一つ見せない私を、クラスメートはその後しばらくドライアイスと呼んだ。水谷、勉強ができるのはいいことだけど、それ以外にも大切なことはあるんだよ。だってしょうがないじゃん、本当に悲しくなかったんだもの。もともとウサギなんて興味なかったし、以来私は動物イコール全身全霊でめでなければいけないというアウェーな空気がどうにも嫌になった。あ、いたいた。まったかてめえ口がくせえな。それ多分野良犬じゃねえよ。はあ、疲れた。モモ、なんで私こんなとこいるんだろう。っていうかこの人たち誰。ハルくん金貸してよ。ああ、またかよ。頼むよ、友達でしょこの人バカだ。で、うん、どうだった。は、知らばっくれんな。てめえが今日学校行ってたことは上がってんだよ。それが何。楽しかったかよ、学校は。しかしあれだな、こうしてると学校帰りに友達と寄り道してるみたいだよな。はあ、吉田くん、もしかして本当は学校来たいんじゃ。そんなに気になるなら行けば。怖いんだ、なんでかわかんねえけど、みんな俺を怖がるんだ。気がつくといつも避けられてる。だから学校はもう嫌だ。自覚ないのか、やっぱバカだ。でもうちまで来てくれたのは雫が初めてだ。さっきのあいつらも初めて俺を怖がらずに付き合ってくれた奴らなんだ。だからもう学校なんて行けなくていい。友達だと思ってるのは吉田くんだけだと思うよ。ん？だから友達だったらたかったりしないってこと。ん？私も友達なんかいないからよくわかんないけど、あんな友達ならいない方がマシ。お前嫌なやつだな。
なんて男だ。本当のことを言ってやっただけじゃないか。親切で。そんな怒ること。水谷さん、うん、あれから吉田君に会ったりしてない？いいえ。そう、もう電話も取り合ってくれないし、このままだとやっぱり退学になりそうね。いらっしゃい。春ならいないよ。あ、いえ、その。ん？吉田君にこれ以上休んだら退学になるって伝えてもらえますか？じゃ、ちょっとあんた、一発やっとく？あったねえ。なんで私がこんなこと。やっぱ来なきゃよかった。むしろもう球見ない方が。角度計算して。ったくつまんねえよな春のやつ。最近全然金出さねえの。じゃあもう意味なくね。いいお財布見つけたと思ったのにな。もうちょっと上。ほらね、だから言ったじゃん、バカなやつ。当たった。満足。え、よ、吉田君いつからそこに？なんだ、こいつも人並みの感覚持ってんじゃん。まあどうでもいいけど。今日の私はどうかしている。あ、なんだよ。ああ、本当に、なんで私がこんなこと。あ、こいつ、こないだ春が連れてた女。でもあんな、あんな顔見ちゃったら。よ、吉田君はあなたたちのことを友達だと思ってるから。だから、もしあなたたちもそう思ってるんだったら、彼ともっと誠実に付き合ってあげてください。何こいつ。あ、春？お前ら、今日は帰れ。帰り道、吉田君は黙って私を送ってくれた。かっこ断ったのだけど。何も泣くことないでしょ。違う、なんか嬉しくて。なぜだろう。ウサギの耳が死んでも涙一つ出なかった私が、その時彼の顔を見ていたらなんだか泣きそうになってしまった。なんて純粋な涙だろう。大丈夫だよ。今に春の周りはたくさん人であふれるから。こんなに綺麗な涙を私は流したことがあるだろうか。何見てんの？あ、いえ、お構いなく。
ごめんね、知らない人。後で人呼んであげるから。あ、でもそしたら私がチクったってバレる。うん、しずこがいるんなら学校行ってみてもいい。そりゃよかった。なんかドキドキする。は、俺しずこが好きかも。え、それは友達的な意味で？いえ、性的な意味で。うららかな春の日、私は生まれて初めての告白をされた。次の日、吉田くんは本当に学校に来ました。静か、足がすくんで動けねえ。連れてってくれ。なんでこんなとこいるのよ。どうやら本当に学校が怖いらしく、カルガモのごとく私の後ろをついてきます。なんだあれ。ああ、他人のふり、逃げ。何はともあれ、ようやく隣の席が埋まったわけで。でも驚いた。本当に来たんだ。あ、来るよ。私は参考書をめくりつつ、昨日の彼の言葉を思い出すのだ。ちょっと待って。それって多分擦り込みというか、他に友達いないから勘違いしてるんだと思う。あ、じゃあ俺に友達できてからだったらいいのかよ。あ、自分でもそう思ったんだ。分かったよ。でも多分変わんねえよ。俺はきっとお前のこと好きだよ。I'm not afraid to die.